ジャック・キャフェリーは、カナダの陸上競技選手である。20世紀初頭に活躍した、彼は、当時の名高いマラソン選手であり、1900年と1901年の、ボストンマラソンに2年連続で優勝した。アイルランド系移民の家庭に生まれ、運転手として働いていた。彼はマラソンに取り組み、1900年に開催された第4回ボストンマラソンでは2時間39分44秒の、 当時のコース記録で優勝し、1901年の第5回ボストンマラソンでは、事故の記録を10分以上縮める2時間29分23秒で、連覇を果たしている。キャフェリーは、1908年ロンドンオリンピックで、マラソンに出場した。このマラソンは、イタリア代表だったドランド・ピエトリの劇的なゴールシーンとその天末でよく知られている。 7月24日に開催されたマラソンは、失格になったピエトリを除いて27人の選手が、完走し、キャフェリーは3時間12分46秒0の記録で11位となった。スペイン風邪の合併症により、1915年に、故郷のハミルトンで死去している。A.B. ザ・アメリカンマラソン著者、パメラリン・クーパー2011年9月1日閲覧。ボストンマラソンの距離は、 1897年から1923年の間は 39.429km だった。In1900 キャファリーシェリングドミネイテッド、ボストン2011年9月1日閲覧。1900ザ・マラソン・ゴーズ・インターナショナル、カナディーンスドミネートボストン・マラソン・ヒストリー2011年9月1日、閲覧。1901ピアーラス・ランナー・ジョン・キャフリー。 アゲーンウィンズ・ザ・マラソン・レース、カッツ・ジュ・ミニッツ、フロム・ザ・レコード・ HE メイド・ラスト・イヤー・ボストン・マラソン、ヒストリー2011年9月1日閲覧。1900年のボストン・マラソンで、キャフェリーに次いで2位に入ったウィリアム・シェリングは、1906年に開催されたアテネオリンピックのマラソンで、金メダルを獲得している。 アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズメンズマラソン2011年9月1日閲覧ロンドンオリンピックのマラソンは現行と同じく 42.195km の距離で実施されたありがとうございます